はい、皆さんこんにちは、朝日です。おかげさまで主にツイッターの方で多くの方から反響をいただいて、パズドラを語るシャープ2を行えることになりました。このシャープ2の動画の前にですね、シャープ1の、後日談的なやつの動画をアップしてるんで、よかったらそちらの方もご覧ください。今回語るテーマはですね、一つ目、まとめサイトについてと、もう一つは、親友システムについて、この2点を語っていきたいと思います。前回みたいに自己紹介とかする必要はないと思うので、そういうのが見たい方はシャープ1の方からご覧ください。じゃあ、早速行きましょう。まとめサイトについて、個別のテーマとかトピックごとに包括的に情報をまとめるウェブサイト、それがいわゆるまとめサイトと呼ばれるものです。パズドラの新情報であれば公式ツイッターの村子とか山本プロデューサー、あとパズドラ公式サイトなどいろんなところで常に更新されていく情報を集めてくれているので、それを見れば僕らは手軽に効率よく情報を得られますという、とても便利なものです。またそのサイト側っていうのはアクセスが増えると、その運営者もしくはその執筆者ですねに広告収入が入るということもあります。僕は正直どっかから持ってきた情報をなんかそのまま載せるだけで儲かるのはどうなのとは思いますけど、ちょっとあんまりね難しいことわかんないし、パズドラとかそこは関係ない話だと思うので今回そこには触れません。でですね、今回主に取り上げるのは2チャンネルなどの掲示板にある新情報などに対するユーザーの感想、この書き込みをまとめた記事と、それとあとまとめサイトの記事下にあるコメント欄も一応含まれるかな、そのあたりの話になってきます。パズドラのまとめサイトをよく利用される方だったらわかると思うんですけど、この内容っていうのが最近ちょっとねかなり攻撃的というかネガティブな書き込みが非常に多い。新キャラが弱いとか、使い道ないとか、あとシステム的な欠陥を叩くとか、いろいろありますけど、そういうネガティブな内容を読んだ本人もあんまりいい気分はしないんじゃないかなと思ってます。まとめサイトの数っていうのはもちろん一つや二つじゃないんですよ。ただその有名なサイトだけ見てる人が多いので、あまり知られてないものも含めると、その数っていうのがものすごく多いんですね。で、それだけ数があると、そのまとめ方っていうのもまたいろいろあって、そういう批判的な意見ばっかり集めてたり、比較的中立的なものだったり、ただ単に他のまとめサイトの記事をパクってきたものだったりと、いろいろあります。どのまとめサイトがそうだっていうのは、今回、名前はここでは言いませんけども、そのパズドラの新情報を見て、それが個人の範囲で考えて、いいと思うこともあれば、悪いと思うことも当然あります。けどね、それがこういった掲示板などで集まった時に、いいって思う意見がたくさん集まっていれば、それはいいものになるし、逆に悪いと思う意見がたくさん集まっていれば、悪いものになるっていう印象になるんですよ。もちろんどこの情報を元にしているかにもよりますけど、僕の経験上では、少なくとも2ちゃんのとあるスレはもう批判ばっかりしてます。でね、そういうことはね、もちろんあるとは思うんですけど、それをどうこうしろって僕は言う気はないんですけど、それで何が怖いかっていうと、人間には集団心理っていうものがあって、そういう内容を読んだ瞬間、個人の思惑とは全く違う次元の心理現象っていうのが起きてしまうから、その自分の意見っていうものをすごい不安定で変化しやすくなっちゃうんですよ。パズドラの場合、例えば新しい究極進化の情報が来て、あ、このキャラいいな、と思ってたのに、まとめを見てみたら、すごい批判的な意見ばかり集まってたから、それを見たせいで、やっぱダメじゃんって意見に変わっちゃうっていうことがあるんですね。要するに、見た人が記事の内容に感化されないかどうかっていうのが僕一番心配、一番危惧してるんですよ。ネガティブな意見っていうのが、もうそれあって当然です。それは別に僕はどうこう言いませんけど、ただ、まとめる側も、それをまとめることによって、記事を見た人への影響力っていうのは、絶対に考えてほしいし、で、読む側も、それを読んだ上で、自分の考えをしっかり持って、で、かつ、感化されてないかどうかっていうのを、もう一度冷静に見つめ直すべきだと思います。でないと、どんどんモチベは下がる一方ですよ。ちなみに自分は、比較的有名なまとめサイトがですね、最近すごい批判的な記事を書いてる
のを見て、僕それ見るのやめたんですよ。で、見なくなってからしばらくしてもう一度見に行ったんですけど、やっぱりあんまり変わってませんでした。というようにですね、普段自分が見てるサイトがどういうまとめ方をしてるかっていうのを自分なりに分析してほしいと思います。もちろんね、便利なものですんで、簡単に引き離すっていうことはできないかもしれないですけど、自分のプレイスタイルがそういう情報に振り回されているかもしれないって考える機会をちょっと持ってほしいなと思います。以上です。親友システムについて、2つ目のテーマを視聴者からいただくということで、たくさんのご希望をいただきました。ありがとうございます。今回はツイッターの方から親友システムについて語ってほしいというご希望を採用させていただきました。この機能は2015年2月23日に実装されました。今からちょうど1年前ですね。ランク50以上になるとフレンドから1人を親友選択できるようになり、様々なメリットを生むことができます。細かい内容についてはまあ今回は触れませんけども、こちらについての僕の考えというのをお話ししていきます。そうですね、基本的にこのシステムに関して僕が何か危惧していることとかデメリットに感じることっていうのは特にありません。このテーマをいただいた方はツイッターの方でフレンド募集のツイートが減ったっていうことをまあ指摘されてたんですけど、個人的にはパズドラをより快適にプレイできるようになるんであれば、それほど大きな問題ではないだろうと考えております。また、今後、マルチプレイでマッチング機能っていうのが追加されて、そこでフレンドの需要っていうのは、まあ多分もっと出てくるかなと思いますので、まあ今後のフレンド募集が増える可能性も十分あると考えております。で、とはいえですね、この親友っていうシステムは、実際、パズドラを快適にプレイするための要素として、めちゃくちゃ重要なものになりますんで、楽しさとかモチベーションにも非常に大きく関わってきます。で、この4周年記念イベントで親友選択がまたリセットされたこともあり、また新たに親友を選ぶ機会を得たという、まあ、非常にタイムリーな話題だっていうことで、今回僕からは、具体的に親友選択を間違わないコツと親友に選ばれやすくなるコツ、この2点をお話しします。まず1つ目、親友選択を間違わないコツ。皆さん親友を選ぶ基準っていうのいろいろあると思うんですけども、まず最初に僕が考える親友選択する上で大切な要素を優先順位の高い順に言います。 1. モチベーションがものすごく高い人。 2. LINE などでいつでも連絡が取れる人。 3. ゲリラなどで使えるキャラを持っている人。 4. よく使うリーダーの相性がいい人。一番上に行くほど優先順位が高いです。皆さん親友を選ぶ基準としてこの最後のよく使うリーダーの相性がいい人っていうのを多分一番最初に考えちゃう人が多いんじゃないかなと思うんですけど、それだけで親友選択してしまうのは正直かなり危険です。この親友選択で一番やっちゃいけない失敗パターンっていうのは、親友選択した人がパズドラをやめてしまうこと。これだけは本当にどうしようもない。自分が選ばれた側だったらまだいいかもしれませんけど、自分が選んだ人がパズドラを引退してしまったら、この集会で使おうとかいろいろ計画してきたことも全て台無しになってしまいますし、取り返しがもうほぼつかない。何よりやっぱ悲しいですよね。だから今ものすごく楽しそうにパズドラをプレイしている人、こういう人を親友に選択してあげるとその人はめちゃめちゃ喜びます。幸い今はツイッターなので、その楽しくパズドラをプレイしている人も見つけやすくなってますし、仮に全然絡みがなくても親友を送りたいですって言って嫌な気分になる人なんてそうそういないはずなので、モチベーションが高い人を選ぶということをまずは考えてみましょう。ここの選択でもし失敗して、でもまた親友選択リセットされるからいいやと考えてしまうのも正直あんまり良くないと思うんですよ。だってそれはあくまで予想でしかないし、次も親友リセットされるなんて保証はできませんから、本当にこれは慎重に行ってください。次に LINE などでいつでも連絡が取れる人っていうところですけど、もし自分が例えばカイトをよく使うんでカイトをいつも固定してる人を親友選択しました、ところがその人が数日後にラードラゴンを買ってラードラの圧倒的な強さに魅了されてカイトを全く使わなくなってしまった、
まあ、パズドラ内メールでその人に解除出してくださいっていうことはできるかもしれませんけど、その通知にかなりラグがあって使い勝手悪いですし、それこそその人が冒険者からなったフレンドとかだったら、やっぱり頼みにくさっていうのがちょっと出てくるかなと。いつでも使えるっていう親友の最大の利点っていうのを活かしきれないので非常にもったいないです。だから LINE とか Twitter とか普段ある程度絡みがあって、かつ迅速に連絡の取れる手段がある、これがねまず最低条件だと思います。ちなみに3人1組になって A さん B さん C さんとすると、 A さんが B さんを、 B さんが C さんを、 C さんが A さんをそれぞれ親友選択し合うっていう、いわゆる親友トライアングルっていう方法がありますけど、この1と2の条件を満たした3人同士がこの親友トライアングルを行うっていうのは、もう僕は非常に効率が良いと思うので、ぜひおすすめです。で、あと3番目と4番目に関しては、要はその人がどれだけモンスターをコンプリートしてるかっていう話に主になってきます。もちろんいろいろとね、柔軟に対応できる人だったらなおいいんですけど、ただ今自分はこのモンスターが使いたいから同じのを使ってる人を親友にしたいと思っても、自分も相手も使うキャラってどんどん変わっていきますよね。だから、まあ、正直そこはほとんど気にせず、まずはその人がいつでも使えるっていう状況を作り出すように、1と2を先に満たす人を見つけた方がいいと思います。で、またその選ばれた側の方にももちろん都合がありますんで、その人だけに負荷をかけないように普通のフレンドもしっかり集めておきましょう。はい、じゃあ次。親友に選ばれやすくなるコツ。これね、非常に気になっている方多いと思います。一応最初に言っときますね。ツイッターとかパズドラ内メールでフレンドに僕を親友選択してくださいっていう人、いわゆるその親友こじきって言われてる人とは全く違いますから、そこはご理解お願いします。はい、本題ですけど、とりあえず最低条件として、フレンド枠は可能な限り広げてください。仮に、まあ、フレンド全員のうち、まあ、計算しやすくするとして、フレンド全員のうち 10% があなたを親友選択するとしたら、単純に考えて、フレンド50人だと5人に親友選択されて、フレンド300人だと30人に親友選択されるわけですから、まあ、相対的に見て300人いた方が絶対いいですよね。まあ、フレンド枠っていうのは、まあ、課金要素が絡むので、簡単ではないかもしれないですけど、そのフレンド枠っていうのは、まあ、できる、可能な限り広げることをお勧めします。で、次、チーム1に固定するモンスター選びなんですけど、皆さんよく思い浮かぶのは、おそらく、シバドラとか、赤おでんとか、ゴエモンなどの、高速周回のキーとなるモンスターだと思います。で、もちろん、あるに越したことはないんですけど、これだけではちょっとありきたりすぎるんですよ。親友選択って今回を含めてもう4回目なんですね。となると、そういう真っ先に思いつくモンスター固定の親友っていうのは、実はもう間に合ってるっていう人が多いんです。で、もう一つのパターンとして、ラードラゴンとか読みドラゴンみたいに、明らかに現環境トップクラスのモンスター。これも先ほどと同じ理由でそこまで実際必要はない。こういったモンスターのフレンドっていうのは、そもそも何もしなくても勝手に湧いてきます。だから、わざわざそれを固定してる人を親友にするまでもないっていう人が結構今増えてるんですね。で、まあその、周回の要でも環境トップでもないってなったら、まあ、残るは最後、趣味で使ってるモンスターなんですけど、個人的に実は、一番注目してほしいのはここなんですよ。趣味パでパズドラやってる人っていうのは、そのフレンドをいくら集めても、やっぱ時間が経つにつれて、結局その強キャラに埋もれて減っていっちゃうんですよ。この4回目のね、親友選択でそのあたりの需要っていうのが結構変化してきてる。で、その今、自分と合う趣味モンスターを固定してる人を親友にしたいと思っている人が増えつつあります。この自分と合う趣味モンスターを絶対に固定してるというイメージを、いかにフレンドに植え付けるか。これが最重要です。もう一度言います。自分と合う趣味モンスターを絶対に固定しているというイメージをフレンドに植え付けるです。じゃあどうすればいいか。僕の例で言いますね。僕は水属性を主に使います。中でも、イズイズリューネっていうのを結構使うので、チーム1をリューネ、チーム2、まあ、親友枠ですね。を、まあ、おおよそイズイズにしてます。
で、重要なゲリラがある際は、そのチーム1をそのゲリラに適したモンスター、まあ、例えばプレドラに対して遅延耐性持ちのダークサイドとかですね。で、チーム2を流入にします。まあ、こうすれば、流入目的で親友選択してくれた人は、流入がいつでも使えるし、普通のフレンドさんはゲリラ要員としてダークサイドを使えるので、何も問題はないですよね。で、そういう風に僕はいつでもしてますよ。絶対にブレませんよ。ということを伝えるためにやっていることっていうのがあって、いずいずもしくはリュウネを固定しているフレンドを明らかに過剰なぐらいの量を集めるんですよ。まあ、そのツイッターとかあと掲示板とかを使って、もうとにかくひたすら集める。まあ、今さっき僕数えたら、いずいずとリュウネどっかに固定してる人足して、ま、60人ぐらいいたんですけど、もっと集めてもいいと思います。とにかく数が大事です。これは、さっきの、フレンドの数が多いほど相対的に親友に選ばれる確率も上がるっていうのと同じ理論ですね。で、こんだけ集めて、このうちの何人かが、あ、この人はリュウネを外すことは絶対にないんだなって思ってくれればいいわけですよね。そう思ってもらえるようになるには結構時間がかかります。そこはもう根気よく待ちましょう。この方法を試してすぐ親友選択する人、まあなかなかいないと思うので、そこはね、しっかり根気よく待ちましょう。で、間違っても親友選択してほしいようなことをそのちらつかせるようなメールとか送っちゃダメです。厚かましい行動っていうのは信頼を損ないますんで、親友っていうのは言うなればそのフレンドから信頼を勝ち得た証なんですよね。で、そして、ツイッターなどをやってる人は、とにかく楽しそうにパズドラしてください。モチベめっちゃ高そうにしてください。すぐにそのつまんねとか、クソとか、オワドラとか言っちゃうような人には、絶対親友送りたいとは思わないですからね。はい、こんな感じです。参考になれば幸いです。ちなみに僕は、親友の数を、なんかそれをステータスにしてるみたいに思われたくないんで、公表はしませんけど、まあ、極端に言えば、親友に選ばれる必要はそもそもないのかなって。それよりも、最初に言った方の、自分の親友選択する相手を間違わないことの方がもっと大事です。ぶっちゃけ気軽に連絡が取れて、話ができる、人、親友が一人いればいいんですよ。それでパズドラ自体は快適に遊べますから。はい、以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。まとめサイトについてと親友システムについての2本でお送りしました。前半ちょっと批判的な内容が強めになっちゃってお気持ち悪くされた方がいたら申し訳ありません。あくまで僕個人の考えで話すよっていうことは前の動画で話したかと思うので、その辺でちょっと多めに見てくれたら嬉しいです。はい、動画の感想、意見、コメント随時募集しております。いただいたコメントの中から次回の動画で取り上げて返事の方をさせていただきます。またお手すきの方よろしければ Twitter などでこの動画の拡散をよろしくお願いします。次回のテーマですね。次回のテーマは一つ、モンスターポイントについて。で、二つ目、無課金プレイについて。この2点でいきたいと思います。またその語ってほしいテーマの方も随時募集しております。Twitter のリプライの方でもいいですし、この動画のコメント欄の方で、書いていただいても結構です。すべて、いただいたものは見させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。パズドラ4周年おめでとうございます。バイバイ。